爆砕走破お前を倒せば、わしは最強の妖怪となることができる。何故最強にこだわる。ディオンがそう望むからだ。女子供は戦場に連れてくるなという犬の大将の言葉を知らんのか。わしが人間とはどういうことだ。リオ。父上。これがあの時のリオンだと。それが何だというのだ。もう二度と戦ってほしくなかった。だからその時から笑うことをやめた。わしが犬の大将との戦いの後立ち上がったのはリオンを再び笑顔にするため。しかしリオンが笑うことは二度となかった。リオンがわしに求めていたのは、自分のせいで娘が死んだことを認めたくなかったのだ。我ながら人間のようだったな。すまなかった、殺生丸。それでこそ戦うにふさわしい。もう今のわしにあるのは妖怪の本能のみ。手合わせできるか、殺生丸。とどめを刺せ、殺生丸。麒麟丸。父上。リオン。リオン、本当の気持ちを麒麟丸に伝えよう。私も戦います。父のように強くなりたい。わしは死んでもなおお前を支配しようとしていた。もういいんです。あ、すまなかった。や
夜叉姫ども。ゆかりの断ち切り。刹那さん、私たちの縁を切ってもらえますか。ありがとう、刹那さん。おやすみなさい、父上。おばうまのもとへ参りましょう。爆政権と残政権が一つに。あれは天積みかぼしの剣か。麒麟丸とリオンが天積みかぼしの剣に帰ってゆく。とわ様、本当にお世話になりました。お借りした体お返しします。リオン、なんだ、どうなってんだ。あれは皆様のおかげです。父との絆を取り戻すことができました。ありがとうございました。リオン、本当によかったね。さようなら、皆さん。さようなら。